です。穏やかな競争水面の中、頂上決戦が始まろうとしています。まあ、原田幸哉選手にとっては9年ぶりの SG 輸出、11年9ヶ月ぶり、ね、なんかね、ずっと活躍していますし、うん、今年も大きなの勝ってますから ね、 そうですね。それでも久々の V をかけて、平本選手も勝てば5年ぶり、白井選手も3年ぶり、池田浩二選手7年8ヶ月ぶり、浜野屋選手は SG 連続優勝をかけて、丸野選手は初めての SG 優勝戦、あれだけの大怪我から、そうですよね、ここまで勝ち上がりました。若手代表としてね、ちょっとこのおじさんたちに一泡吹かしてもらいたいところありますけど、ね、そうですね、ただ今年はおじさんの年ですからね、さあどんな優勝戦となるでしょうか。いよいよ始まります。狂気乱舞の真夏の祭典、蒲郡第67回 SG ボートレースメモリアル、いよいよグランドフィナーレ優勝戦を迎えています。足は完璧です。高めるコンセントレーション、育った水面、強すぎる思いを今日はぶつけて頂点へと、原田幸哉。勝つと決めて乗り込んできました。ファンにも最高のギフトを届けるか、平本雅之です。超度級の破壊力、ダイレクトに魂をぶつける白井英治、極上のハンドルワーク、できっこないと混戦を突き抜けるか、池田浩二。どんな壁でも打ち破るトートのスーパーヒーロー、オーシャンからは SG 連続 V を狙いますが、浜野屋健吾。初めての SG 優勝戦チャレンジ、不可能はないということをここ1ヶ月知りました。感謝の思いを込めて、丸野和樹、試合もどうやらスローに合流です。原田幸哉や平本雅之、白井英治、奥に三者が下げて池田浩二、浜野屋健吾、 SG 初ファイナルで丸野和樹です。北西の風緩やかに1メートル、 SG 第67回ボートレースメモリアル優勝戦です。枠番通り3対3、立ちました。1号艇の原田幸哉、ビタッとゼロ4あたりか、張り込んだ原田幸哉、ここ快速攻のイン逃げ、ド迫力のイン逃げ、2号艇切り込む、低下しかし浮かんだか、2号艇の平本、1号艇押し切り成功、強い圧勝、1号艇の原田幸哉、次2号艇の平本雅之、3号艇の白井英治が3番で、後方4番6番5番と池田丸の浜野屋固まった状態、3号艇食い込んでく、2番争い開いて刺す旋回、2号艇の平本雅之、3号艇グワッとボートの方が返ってきている、3号艇の白井英治が迫力で追い上げてくる、平本踏ん張るか、先頭しかしながら独走態勢、もう水明リードの方がグーンと広がった、原田幸哉、すぐに2号艇の平本雅之、3番では3号艇の白井英治の攻撃、振り切るか、2号艇の平本、そして後方定冠がいて、5号艇の浜内健吾、さらに6番4番と丸の和樹、池田浩二が続いています。感情パワーで3走目以外はパーフェクト、準パーフェクト V が見えてきた、1号艇の原田幸哉、2号艇振り切る旋回、2号艇の平本もきっちり回った、1番2番3番上位を形成、ラスト 600m の攻防に向かう SG 第67回ボートレースメモリアルであります。レースを見て憧れ、いつかはこの水面でかっこよく戦う、蒲郡一幕川の水面越しで12歳の時に大志を抱いた原田少年に、ようやくやったよと報告できる瞬間がやってまいりました。デビューの地蒲郡での感動の SGV です。夏の水上のキャンバスに思いを届けと、感謝のスプールを描いて最終コーナー立ち上がった、思いを届け、原田幸哉、感動の蒲郡での SGV です。先頭1番の原田幸哉、優勝の五輪おめでとう。2着で2番の平本、3着3番の白井、後方5番の浜野屋、6番の丸野、4番の池田、五輪。優勝戦12レース確定しました。1着は1号艇です。原田幸哉選手。2着2号艇の平本雅之選手。3着3号艇の白井英治選手となりました。いやー、嬉しそうですね。
ポーズが出ましたね、うん、連発です。もちろんいくら節一パワーだとはいえプレッシャーのかかる1号艇だったと思いますが、いやスタートボールで行った瞬間も、はい、勝ち確定みたいな感じでした。ああそうですね、長崎支部そして指定関係でのねハグがありましたけれども、いや長崎支部にね移籍して、まあ、元古巣の水面でこの久々の優勝でしたけれども、長崎支部にとっても34年ぶりの SG 優勝、そうだすごいことになりましたね。はい、原田幸也選手、あもう横断幕が横断幕が優勝した瞬間に剥がされていってしまいましたがあ大変なところになってしまいましたちょうど上に貼ってありましたんでね、原田選手の優勝の瞬間を見届けて、うん、そうです ね、ファンの皆さんもなかなかあの遠くからは残念ながら入場制限で近くで ね声援を送ることができなかったと思うので、うんね、この画面を通して応援している方も多いと思いますが、まさに今年のこうテーマというか、うん、久々の SG 優勝復活劇、本当にそんな流れがまだ続きましたね。いやー強いですね。あれじゃないかな、そうだ、あの名人戦、はい、スタート覇者の SG 制覇というのも初めてなんですかな、初めてですね、はい、なんでこんなに本当に40代ね、うん、あのおじさんたちが強いのかというのが謎ですよね何かね、うん、分析したいですよね、はい、優勝は見事原田幸也選手となりました。SG 第67回ボートレースメモリアル優勝、原田幸也選手おめでとうございます。ありがとうございます。やりました。いや強かったですね。そうですね、今日はもう完勝というか、もう自分でも100点満点のレースです。はい、改めてこの今の思いいかがですか。そうですね、もう嬉しいの一言と、まあ、あとちょっとほっとしたのと、なんかこの27年間でようやくこのガマゴールで SG 優勝できたのが本当ちょっとほっとしてますね、うん、今のところ、はい、なんといっても久しぶりの SG 優勝戦1号艇でした。うそうですね、まあ、SG の優勝戦が久しぶりとかそういうのはあんまり意識してなかったんですけど、うん、まあ、実際言われてそんなに空いてたのって感覚で、はい、まあ、G1 も SG も変わらないつもりでやってますけど、うん、でもこうやって SG 優勝させてもらうと改めてちょっと実感してきますね、うん。前回の優勝が2009年のチャレンジカップですから11年9ヶ月ちょっと長かったですね。ファンの皆様お待たせしました。まあ、いろんな思いもあったと思いますが、はい、改めてこのガマゴーリでの SG 優勝への思いはいかがですか。いやもうあの渋い移動する前からそれだけ達成してから本当は移動したいっていうぐらいの気持ちで臨んでたんですけど、もう空回りばっかりしてなかなかあのこのなんていうんですか、育ててくれた水面で、ね、恩返しできなかったんですけど、ようやくここで恩返しできたので、はい、ちょっと一安心してます、はい。そしてもうスタートも04、05あたりもうとにかく攻めましたね。完璧であのイメージ通りのスタートができましたね、はい。まあ、やっぱりこの地元での優勝というのは思いも強いと思います。はい、はい、改めて今後の抱負も含めてファンの皆さんにメッセージをお願いいたします。そうですね、あのまだ僕ら世代も終わってないので、僕ら世代がもっと、ボートレース界を盛り上げれるように、いいレースをご提供できるように精一杯走りますので、末永く応援よろしくお願いします。見事優勝しました原田幸也選手でした。ありがとうございました。はい、どうも。それではカメラサインをお願いいたします。はい、45歳になってもスタート力、はい、スピード、ね、ご覧いただきましたけれども、最後にカメラサインです、ね、45歳でマスターズデビューしていきなりの優勝でしたけれども、見事1号艇での V となりました。おめでとうございます。